はい、ラオズーです。今回紹介するのはレゴシティの楽しい農場の動物たち60346です。袋は5つでパーツ数は230個、そして説明書が4冊入ってます。それでは組み立てていきます。完成です。ミニフィグは全部で4体です。ネームドのピーチです。顔はこの1つだけになってます。で、上半身パーツ、これ今シーズンの新パーツですね。60345 の産地直送ワゴン車とかにもついてます。女性です。上半身パーツ、これも今シーズンの新パーツで、60336の貨物列車などについてます。で、顔はこの顔と、もう1つこの顔になってます。男性、ヒゲがすごいですよね。このパーツなんですけど、ポリスステーションに色違いのパーツがついてましたね。で、上半身パーツはさっきの女性と同じパーツになってます。顔はこの顔と、もう一つこの顔になってます。最後、男の子、足は動かないタイプになってます。顔はこの一つだけです。次に動物見ていきましょう。素晴らしいラインナップですよね。まずは親牛、新パーツでこのセットにしかついてません。顔のね、目のプリントすごくね、可愛らしいなと思いました。その上、角なんですけど、こうやって一応動かすことができます。さらに首も上下に動かせるのと、足はね、動かすことができません。あと馬と一緒でここのパーツを外して、ミニフィグを乗せることができますね。なかなかいいんじゃないかなと思います。子牛です。これも新パーツでこのセットにしかついてません。稼働する部分はありません。目のプリントがね、なんか面白い感じですよね。すごく可愛らしいなと思いました。親豚、可愛いですよね。これは新パーツではありません。75980ハリーポッターのロンの家のセットについてました。稼働する部分は特にありません。で、子豚が2匹、新パーツでこのセットにしかついてません。これね、むちゃくちゃ可愛いですよね。稼働する部分は特にないんですけど、まあね、いい感じだと思いますね。親羊、モコモコの毛の部分を外すことができます。この毛のパーツは実は新パーツなんですけど、こっちの羊に関してはミッキー&フレンズ10775についてたものと同じになります。まあ、こうやってね、毛をつけられる、外せるっていうのはいいですよね。さっきミニフィグがハサミ持ってましたんで、これで毛刈り遊びができますね。子羊、これも可愛いですよね。まあ、これもね、同じような感じの目のプリントになってますけど、まあ、特に稼働する部分はなくて、これも新パーツでこのセットにしかついてません。最後はリスです。グレーのリスは60329の学校のセットについてましたね。今年の新パーツになってます。特に稼働する部分はありません。あと、蝶々がついてます。フレンズとかディズニー系のセットにはね、ついてたんですけど、シティでは初登場になります。これも稼働する部分は特にありません。ということで、このセットにしかついてない新パーツもたくさん入ってますんで、まあ、この動物と蝶々だけでもかなり価値のあるセットになってるんじゃないかなと思います。続いてトレーラー付きトラクター見ていきましょう。まあ、パッと見そこまでね、4プラスのセットっぽくはないんですけど、トラクターのシャーシ部分、ここが大きなパーツになってますね。
トラクターから見ていきましょう。前のバケットをこうやって動かすことができるようになってます。で、付属品として干し草の俵がついてますんで、まあこれをね、こんな感じで動かしてもいいですし、まあ乗せて、上げて、こうやってね、持ち運んでもいいのかなと思います。で、運転席周り上のフレームは前に動かすタイプになってます。で、運転席にはハンドルが一つあるということで、ここにミニフィグを乗せるとこんな感じです。もちろんこの状態で戻すことができます。ちょっとね、今、当たっちゃいましたけど、まあ、特に違和感はないかなと思いますね。で、後ろのトレーラーですけど、上を実は外せるんですね。これね、すごく遊びやすくていい仕様だなと思いました。さっきの干し草を乗せて運んでもいいと思いますし、まあ干し草じゃなくても動物を乗せてね、まあドナドナ的に遊んでもいいのかなと思います。で、トラクターと連結するとこんな感じですね。ボールジョイントなのでスムーズに後ろをついていってくれます。そして条件セットです。全部で4種類です。まずは茶色いこの板なんですが、これ土をイメージしてるそうです。なのでこうやってね、豚を乗せてあげて、よいしょ、遊ぶことができますね。可愛いですね。で、こっちは動物を洗うところです。奥にね、金色の蛇口がついてます。いいパーツついてますよね。で、そこからホースが出てて、先端からはね、水が出てます。で、ブラシもありますんで、もう完璧に揃ってるなという感じがしました。で、桶の中に、まあ、動物をこうやって入れて、まあ、ブラシでね、洗ってあげるという感じだと思います。で、奥には回転ブラシがついてますんで、これで、牛をね、ガーッと洗えるみたいですね。実際こういうのあるんですかね？ちょっとわからないんですけど、まあかなりね、あるとしたらリアルにできてるのかなと思いました。続いて音質です。両サイドにはないんですけど、前後、それから上の部分にクリアパーツが入ってます。これね、なかなか綺麗ですよね。で、中で育ってるのはカボチャと人参です。で、手前に置いてあるこのじょうろなんですけど、新パーツではないんですが、今までね、ディズニーとかフレンズにしか付いてなかったパーツなので、シティでは初登場になります。そして小屋です。形としては本当にね、農場らしい小屋になってるんじゃないかなと思います。カラーリングもそんな感じですよね。まあパーツはね、やっぱり4プラスということで、結構大きめのパーツを使ってますね。1階部分、扉を開けることができます。扉パーツなかなかいい感じのパーツじゃないかなと個人的には思いました。はい、中はこんな感じです。プレートはもう4プラスのプレートですね。で、奥にシャベルがあって、手前にね、うんこが、いくつかありますんで、これ予備パーツでもう1個ありますけど、まあ、うんこをね、掃除するためのシャベルという感じかなと思いますね。それから2階部分、ウィンチがついてます。これなんですけど、チェーンにさっきの干し草をつけます。で、この上の部分をぐるぐるぐるっと巻いて上に上げられるようになってるんですね。で、上げたらこの窓から干し草を、よいしょ、外して、中にね、こうやって入れるという感じで遊ぶことができます。はい、2階部分。まあ、2階部分というか屋根裏ですよね。屋根をこうやって上に上げることができます。これね、遊びやすいですね。中には、フォークとか、ブラシがついてますんで、こういうね、器具がついてるのもいいなと思います。で、さっき窓から入れた干し草ありますんで、これを屋根裏に敷いて、遊んだりとかいうのもいいのかなと思います。手前の方に見えるこれはベッドですね。あと、この窓の上のマークなんですが、これはミニフィグの上半身パーツについてたものと同じものになってます。そしてこの小屋なんですけど、この屋根裏部分をカパッと外すことができます。なのでね、ここからこうやって入れることもできますんで、かなり遊びやすい仕様かなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。4プラスではあるんですけど、貴重なアイテムがたくさん入ったセットだなと思いました。動物好きの方にはおすすめです。このセットのパーツ数は230個です。以上、レゴシティの楽しい農場の動物たち60346を紹介しました。ナオズーを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズーマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。